おう、この男が。司令官、本人は海兵だと言い張っておりますが、麦わらの一味であることは状況証拠から明白です。君、名前は？名前は？秘密。所属は？秘密。なぜわざわざ海賊船のあるドックへ行った？秘密。秘密か。はい。直ちに牢屋にぶち込んで締め上げましょう。まあ待て少佐、そういえば今朝入港したスタンマレー号に海軍本部から派遣された特別監察官が乗船していたと聞く。はあ、特別監察官？司令官？監察官なら内定のため名も名乗らず所属も伏せるのが道理。何をバカな、こんなやつか。よくぞ見破った。さすがは司令官。そのとおり、私こそは海軍本部特別監察官既存の会社だ。第8支部に何か不正はないか。軍の法規はちゃんと守られているか。米兵の指揮は旺盛か。一兵卒に身をやつし内情を探っていたと。そういうわけで。失礼しました大佐殿。バカを言うな。海軍本部の特別監察官といえば支部の司令官より大きな権限を持つというのに、お前がそんなわけないだろう。お前、お前、何を言ってるんだ。ドレークとやら、たかが少佐の分際で。何？上官を侮辱した罪で軍法会議にかけたっていいんだぞ。しかし、うわ、いっぺん海軍刑務所の飯でも食ってくるか。俺は失礼した大佐、君に迎えを出そうと思っていたのだが遅れてしまってな。どうか許してほしい。